はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、先日購入した Core i3 の快適サクサククロームブック、富士通 FMV クロームブック 14F、 これ結構快適に使ってるんですけど、そのしばらく使ってみた編はまた後日やってみたいと思います。で今回はこれ、わかりますかね、このムラムラの天板。はい、僕は結構カレーゆえ、手のひらカサカサで、水分は少ないけど、おじさんの手ってカサカサなのに結構油分出ていたりします。それがすぐにこんな風に天板にテカテカに映っちゃうんすよ。いや見るからに汚いでしょ。で例えば結構前から気に入って使っているエイサークロームブック311、これに関してはどうですかね。はい、これ同じぐらいっていうか、むしろこっちの方が手に取ってる数は多いかと思うんですけど、指紋目立ちませんよね。この色なのか素材なのかわかりませんけど、ほんとこの子は優秀なクロームブックです。ってことで今回はこの天板のペタペタなんとか軽減することできないかと思って購入したのがこれ、シールドの PC シールド。その名の通りパソコン用のコーティング剤です。これモニターやキーボード、天板にも使えるそうなんで、今回はとりあえずわかりやすく、この天板のペタペタ、これを防護できるのか、ちょっと試してみたいと思います。それでは始めていきます。はい、それではこの PC シールドを開けていきますね。中身は、はい、こういったスプレーに入った液剤と、クリーニングクロスが1枚、これぐらいのサイズです。で、説明書は特になくて、背面に書いてありました。で、ざっと特徴を見ていくと、撥水ツヤ、汚れを落とすお手入れから、汚れを守るお手入れ。日頃利用するパソコンは、汚れや指紋が付着しやすくなってます。撥水加工により、汚れもつきにくく、液晶もきれいに守ります。で、表面にコーティング被膜を形成。約2ヶ月ごとに、定期的に塗り重ねることで、光沢力、撥水力、防力が増す、特殊コーティング被膜。つまり施工するたびに、綺麗がアップする、成長系コーティング。安い、早い、簡単で、お財布にも優しい。で、こんなところにも使えます。キーボード、マウス、パソコン、デスク。こういった商品になってます。で、使用方法は、施工箇所の指紋や皮脂、汚れをしっかり拭き取ってください。スプレーボトルをよく振って、クロスにスプレーして、対象箇所に塗り込みます。液が均一になるように塗り、表面がツルツルになるまで、クロスなどで拭き上げます。コーティングが定着するまで、2、30分放置。1、2ヶ月ごとに、施工を繰り返すと、成長するコーティング。そういった商品とのこと。本当かな？それではやっていきます。まずはこれ、汚れ落としですよね。はい、こんなに汚くなってるんで、今回はとりあえずこの天板だけ、どうなるのかやってみたいと思います。はい、それでは無水エタノールで天板拭いていきます。拭けば大方汚れは結構さっと落ちます。これでコーティングして指の油目立たなくなったらいいんですけど、ほんとこれ見てるだけでもあんまり気分のいいものではないんで、ここがこのクロームブック 40F の僕的には最大の欠点ではないかと思ってます。はい、それでは天板綺麗になったんでPC シールド塗っていきたいと思います。クロスに数プッシュして塗り広げていきます。スマホの画面に 1,2 プッシュ程度なんで、もう少し塗っていきます。均一に塗り広げて、で、表面がツルツルになるまで、クロスで拭き上げるとあります。はい、こんな感じ。とりあえず30分、このまま放置してみます。はい、30分経過しました。いや、どうですか？いや、結構綺麗ですよね。なんか光沢が増したような気がします。あれ？あ、本当に、指紋つきにくくなってないですかね。はい、ちょっとしばらく、この状態で使ってみたいと思います。はい、あれからしばらく、意識して、天板ペタペタ触ってたんですけど、いや、これ、マジで結構いいかも。はい、わかります？冒頭でお見せした、あの指紋っていうか、油ペタペタ状態、全くないですよね。いや、これはびっくり。というのも、冒頭にお見せした、
あのペタペタ状態、下手したら綺麗に脱脂してから1時間ぐらい経つとあんな感じになってたんで、うわこれはマジで買ってよかったかもしれない。で、実はあれから、例えばこれ、さっきお見せしたクロームブック、これは全部コーティングしてみました。で、あとこの HP のプロブックや Mi 11 Lite 5G の保護ガラスで、あと iPad mini の保護ガラス2枚、それぐらいコーティングして使った量が、あれこれわかりますかね、あれまだ新品っていうぐらいほんと減ってないんですよ。いや、これでこれだけ効き目あれば僕は十分満足しました。ただこれあくまで僕の使用環境下で僕の感想になります。使うものによって、あるいは体感差によって気に入る気に入らない、その差はあるかもしれませんけど、これはほんとお値段も含めて僕は結構おすすめできるんじゃないかと思いました。今回ご紹介したシールドの PC シールド、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。はい、まだここ内側やってないんで油だらけになってます。いや、でもこんなに効き目あるもんなんすかね、ちょっとびっくりしてます。で、この PC シールド、もう一ついい点があって、塗り込みするときに僕が使った箇所すべてかなり塗りムラ出にくいんですよ。例えばこれわかりますかね、無水エタノールで拭いた直後、こういう感じで結構ムラが出ちゃって、ある程度空拭きしてもあんまり綺麗になりません。はい、これわかりますかね、こんな状態。そこにこの PC シールド、これを塗布というか、これで拭き上げてあげると、はい、これわかりますかね、ほとんど拭きムラ出ないんですよ。あ、これわかるかな、多少拭きムラ出た時もさらに拭き上げてあげるとほんと綺麗に仕上がるんで、はい、こんな感じ。これでまた30分放置します。はい、これ汚れを落としてから塗布ではありますけど、ある意味クリーナーとしてもかなりいい感触でした。はい、ちょっとベタ褒めすぎるんですけど、やっぱりこういうのその後どうなったのか気になる部分ですよね。なんでまた1週間か2週間程度使ってみて、その後どうだったのか後編やってみたいと思います。ということで、今回実はスマホ守るくんが値上がりすぎてちょっと手が出なくなったんで、代替品としてこの PC シールド買ってみたんですけど、いや、これ結構いいんじゃないかっていう、今のところはそういうお話でした。また後編でその後の感想やってみたいと思いますんで、よかったらお楽しみになさってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。